はい、こんにちは。三宅模型3代目店主、三宅和明と申します。今日は何のお話かというと、お前模型屋だろっていう感じなんですけど、また手元にカメラがございます。はい、でこのカメラのことをちょっと紹介させてもらおうかなと思って今持ってきました。二眼レフというカメラですね。ローライフレックスの1型になります。これね、実はね、初代三宅模型店主というか私のおじいちゃんの形見でございまして、はい、私が札幌の方でね、カメラマンやってる時にもらって、でじいちゃんが昔使ってたカメラですね。まあ当時からもうすでに改造はしてるカメラなんですけれども、ここにねシンクロのターミナル、これは本当のローライの1型にはついてないんですけど、これつけてあったりしてます。でちょっと1回シャッター壊れちゃって修理もしてるんですけどね、こちらの方で絞り、ここがシャッタースピードで、これ二眼レフってどうなってるかっていうと、上がね覗くレンズ、ここが開いてね、ファインダーが出てくるんですよ、ベストレベルのね。ここのところから覗いてる光がこっち側から撮ってて、こっちはフィルムに行くね、レンズなんです。だからこっち側のレンズのところにシャッターと絞りがついてます。で上のレンズは何もついてなくて素通しで上から見える感じ。ちょっとねこの画像では分かりにくいかもしれないですけど、でフィルムはブローニーの120、あのね前ハッセルでね紹介したことあったと思うんですけど、よっ、こういうねこういうのに任されるようなフィルムを使いますね。よいしょ。ああそうそうそう、だから1個だけねレンズのここのところに、下の方からのレンズのところでこうここにフィルムで、これがアッパーになりますね。ここハンドルついてて、絞り合わせてシャッタースピード合わせて、ここはシャッター巻き上げて落とす、はい、巻き上げて落とす、音聞こえるかな、巻いて必ずこうで巻いてでこう落とすと、これの繰り返しになります。だからね巻かないで何回も多重録音はそのまま行けば、フィルムの同じところに何回もスタジオ録音ができる。あとねこれウエストレベルってこういう風に覗いてやるやつなんだけど、アクションファインダーって言ってね、ここのとこからこうやって覗いて、はい、これでカシャって撮る方法もあります。ここにねちょっと鏡っぽいのがついてて、ここに人間の黒目がピタッと映るようにしてやると、そこのところのこの画角が映るよっていうもんですね。あ、でピント合わせここなんです。ピント合わせ、これねピント合わせるとね、ここのレンズ、まあ下が映すとこで上が覗くとこって言いましたでしょ、両方ともねせり出すの、それでピント合わすの、ほらわかる、これせり出してきてるの、はい、こんな感じのねすごいコンパクトな、うん、形状をしてて無駄がない、うん、レンズが2個あるのが無駄かって言われるとね、それは多いっていう形になるんだけど、よくじいちゃん買ったよな。当時確か日本入ってきたぐらいの時は500円ぐらいしてたっていう話です。ちょっとしたなんか建物が建つぐらいの値段だそうです。はい、話に聞くと、うん、もうね程度はいいとは決して言えないとは思うんだけれども、それでも今でもちゃんと全部動くようになってますね。札幌でそれこそ修理する時に、当時ね本当に困ったカメラはここのカメラ修理に持ってけっていう場所があったんですよ。いろんなカメラ修理屋さんがあるんですけど、そこのところでできなかったやつがこうね、伝票ってこう伝票が連番でついてって、いろんなところを回って最終的に行く人のところに持ってって直してもらいました。これレンズの部分の一部どうしても手に入らないパーツがあって、ペンタの67のレンズシャッターから部品取って移植してます。だから 100% ローライのパーツだけではないんだけれども、すでにシャッターはね、うん、これね絞り羽もすごい綺麗だしね、今ちょっと開きっぱなしでこう動かすとね、こう絞り羽が見えるんだけど、すごい円形の綺麗な絞り羽なんだよね。何枚までだろうこれ。そうだね、絞り羽10枚だねこれね、多分ね非常に綺麗な、うん、でねこれはテッサーなんですけど、テッサーのね 3.5 のね75mm の F値 3.5 なんですけれども、最近のねテッサーとかだと、ね、Tスターコーティングってよく聞くじゃん、
あれってカラーに特化したコーティングをしてあるんですけど、これはねコーティングしてないです。だからほんとレンズ性能だけで撮ってるので、すごい味のある写真が撮れる。カラーフィルムにはまあ向いてないっちゃ向いてないんでね、後ろのこのここでフィルムカウンター確認するとこもね、赤いフィルムみたいなやつが貼ってあるけど、これカラーで開けすぎると普通に観光するよね。モノクロ用の作りはしてます。はい、でちょっとねここら辺シルバーになってたりとかするの、これごめんなさい、僕がね若い時に自分の趣味でね削って、本当は真っ黒ですこれ。そんな風にしてました、なんていうそういう思い出が詰まったカメラの1台です。でレンズ交換はできる？できないです。それもそういうもん、そういうもんです。まあ、外のも外れるけど、交換ってできるのかな、分解して別なの埋め込めるのかどうか分からん、変えたいと思ったこともないし、うん、それにデジタルバックはつかない、アイムバックっていうね怪しいデジタルバックならつく。いや怪しいとか言っちゃダメだね、これ他の商品はね、こっからカメラで撮るやつね。これ用のデジタルバックはアイムバックっていうやつが出てるかな、うんうん、ちょっと変わったすりガラスに投影した絵を後ろからカメラで撮影するっていうタイプのデジタルバック、直接素子が受光するものではなくて、うん、でここ下もあれだね、ドイツネジのところに日本の三脚に合うように打ち込んであるね、ちょこちょことなんかじいちゃんも手を入れてたっぽい、うん、でここのところのファインダーについてるルーペが本当はここについてるんだけど、それはちょっと僕のやつはねどっかにぶっ飛んでってしまってなくなってます、それはない。水準器も落ちてるんじゃなくて、これ確か水準器もついてないですね。はい、そんな感じの程度が決していいとは言えないけれども、思い入れのあるカメラで、結構最後にフィルム通した時にはまだまだ全然いい写真が撮れました。ここのとこ通してないけど、どうかな、うん、まあずっと持ってたいカメラですね。ということで今日はローライのフレックスの1型を紹介させていただきました。